金監督をはじめとする選手、コーチの皆さん、そして竹原社長をはじめとするフロントスタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。続きまして、鳥栖高校書道部の皆様にご登壇いただきます。メッセージを書いてもらっています。アウェーのサポーターからも非常に感動すると多くの声をいただいており、彼ら、彼女たちも私たちと一緒になってシーズンの戦いを見て。サガン鳥栖の選手の皆さんの最後まで諦めずにプレーする姿にとても勇気づけられ、私たちも少しでもサガン鳥栖の皆さんの力になれたらいいなと思い、気持ちを込めて書いてきました。来シーズンも私たちと一緒に熱い声援を届けましょう。本日はありがとうございました。 J1 残留というミッションを見事達成した金明飛監督からご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。本日は、サガン鳥栖2019シーズン終了報告会に、お忙しい中ご参列いただき本当にありがとうございます。そして1年間ご支援、ご声援本当にありがとうございました。サガン鳥栖に関わる、全ての方々を代表して、ご挨拶させてもらいます。鳥栖市のはじめとする全ての佐賀県行政の方々の、支援も、ここで、感謝を表彰したいと思います。ありがとうございました。本年度は、必ず優勝争いをするという思いで、シーズンに入りましたが、思い通りの結果には、至らず、苦しいシーズンを送りましたが、選手たちの、勇気あるプレーや最後まで諦めない姿勢、ロスタイムのゴールなど、たくさんの方々に感動を与えれたと、僕は、考えております。当然優勝争いすることが、チームにとっても目標ですし、選手たちにとっても目標ですが、そういう部分は来シーズンに向けてまた取っておいて、今年は、一つ残留できたことが、また次につながっていくということでポジティブに捉えています。本当に、スタジアムでのいい雰囲気作りや練習を見学した時に声をかけてくれるサポーターたちのおかげで、本当に選手たちは勇気を持ってプレーできてますし、僕たちも支えられています。来シーズンもより多くのサポーターたちがスタジアムに足を運んでもらって、僕たちを背中を押してもらって、サガン鳥栖ファミリーで優勝争いができるよう皆さんで手を取り合って頑張っていけたらと思っております。短い挨拶ですが、今シーズン、ありがとうございました。皆さんと同じ時間を共有して今日は一日楽しめたらと思ってます。よろしくお願いします。監督ありがとうございました。続いてはチームのキャプテン福田明人選手より挨拶をお願いいたします。皆さんこんばんは。平日にもかかわらず、たくさんの方が来ていただいて本当にありがとうございます。本当に2年連続、残留争いをさせてしまったということはすごく本当に申し訳なく感じています。ですが、J1 に上がってから、まだ J2 には落ちてません。どのビッグクラブでも、歯車が狂えば立て直せずにJ2 に落ちてしまうという今の J リーグの中、僕たちはまだ落ちてません。それは優勝するためには絶対 J2 に落ちてはいけないと思いますし、最低限の結果を今年は残せだと思っています。サガン鳥栖は本気で、タイトルを目指しています。 ACL に行くことも目指しています。じゃないと、サポーターの方々も楽しみもないですよね。なのでしっかり僕たちも来年もまたタイトルを目指すという言葉を多分言うと思いますけど、そこはしっかり信じてついてきてほしいです。本当に
苦しいシーズンでしたが、皆さんのおかげで、トスタイムとよく言われているあのロスタイムに追いついたり逆転できてたりしているのは確実にサガン鳥栖サポーターの方々のおかげで作り出されているものだと思うので、これからもいい時も苦しい時もサポートをしていただけると本当に助かります。短い挨拶になりますけど、これで終わらせていただきます。短い時間ですけど、皆さんの、たくさんの選手と、少しこう質問形式ですけどいろいろ聞けると思うのでそこは楽しみに、残留決まったのでしっかりリラックスして、楽しんで帰ってください。ありがとうございます。さて、ここで佐賀新聞特集、月刊サガン鳥栖新聞で月ごとに最も活躍した選手を読者サポーターによる投票で決定する月刊 MVP の表彰を行います。11月の月刊 MVP は金井隆選手です。プレー写真の記念パネルが贈られます。プレゼンターは佐賀新聞社営業局長田中実様と MVP 投票応募者の中から選ばれた木山町の平田邦孝様、由美様の親子です。こんばんは。このような素晴らしい賞をいただけて大変嬉しく思ってます。ありがとうございました。金井選手ありがとうございました。続きましてシーズンを通して最も活躍した選手をサポーターによる投票で決定する年間 MVP の表彰を行います。年間 MVP は高岡陽平選手です。高岡選手には年間 MVP ファイル賞金アップが贈られます。年間 MVP 表彰のプレゼンターは佐賀新聞社営業局長の田中実様です。皆さんこんばんは。年間 MVP 賞いただけて非常に嬉しく思います。ありがとうございます。この賞をいただけたのも三尾さんが信頼して使ってくれたおかげだと思ってますし、日々ともにトレーニングしたジルベルト、ゴールキーパーコーチとそのキーパーの選手と、その選手とあとスタッフと、いつも後ろ僕が、なんていうんですか、サポートしてくれたチームメイトに本当に感謝したいなと思っています。ありがとうございます。ここからは長いシーズン、そして非常に厳しいシーズンを戦った選手の皆様にいろいろとお話を伺うトークセッションに移りたいと思います。トークセッションの進行は小林さんです。普段なかなか切り込みづらい話にもズバッと踏み込んでいただきたいと思います。小林さんお願いします。よろしくお願いします。あんま切り込みすぎて怒られない気がします。まずはちょっと手前の丸選手から。どうですか三好監督は。三好監督ですか。すごいはっきり言ってください。誰に対しても本当に心からその厳しい
しさの中にも本当に優しさがあるというか、はい、なるほど、はい、ちょっと長くなりそうなんでやめてください。全員の話聞かなきゃいけないんで、ちょっとまあ真面目な話、1年間振り返ってみて、まあ、一番キャリアの中で一番出場多かったと思うんですけど、1年振り返って感想をお願いします。はい、まあ、1年間こうやって支援出させてもらうことは僕のプロの人生の中でなかったことなので、すごい貴重な経験だったんですが、まあ、最後残留できましたけど、まあ、こうハラハラさせてしまったことに関してはまだまだ僕たちの力が足りないと思っているので、まあ、それを来シーズンはもっと飛躍できるように、しっかりオフから、まず休んで、来シーズンにつなげていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。最初から硬い感じなんでしょうかね、ちょっと心配ですけど、高橋裕二選手、はい、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。1年間振り返ってみてどうですか。そうですね、でも、まあ、とにかく残留できてよかったです。皆さんのおかげです。ありがとうございます。個人としてはやっぱセットプレーで、ね、得点をもうちょっと見たかったなっていうのがあるんですけど、ボールが悪かったとかでも、いや、もう僕は決めれなかったので。そうですか、なんかボールが悪いっていうのが聞いた。いやいや、そうです。すごくいい隣のね、キッカーの荒川選手、どうですか。いいボールは上げてたと思うんですよ、僕は。そうですね、まあ、まあ、でも正直ユースの頃から一緒なんですけど、あんまり決めてるとこ見たことないんで、こんなもんかなって。みんな強いけど決められない。そうですね、そこはちょっとね、来年は、はい、決めていただけるように、はい、お願いします。で、じゃあ金井選手に行きますか。はい、テントリアの金井選手まあ、トスに在籍してて、まあ、そこからマリノスとか、グランパスに行ってたんですけど、まあ、客観的に見てサガン鳥栖の魅力というか、まあ、外から見て何か感じることとかあったらちょっとみんなも聞きたいんじゃないかなと思います。そうですね、鳥栖のホームは、まあ、僕他のチーム行った時はアウェーで試合に来た時は本当独自の雰囲気というか、本当最後の最後まで力が、鳥栖のチームの選手はみんな力が湧いてくるような不思議なチームっていう感覚で、不思議だし、はい、戦ってました。じゃあもうスタジアムが素晴らしい、サポーターが素晴らしいという、そういうことです。あ、そうです。ルカ選手、今年はキャプテンでしたけども、まあ、先ほど挨拶してもらいましたけど、どうですか、キャプテンという重責を担って。疲れましたか。そうですね、途中からでしたけど、もう苦しい状況の時にキャプテンを宮城さんからお願いされて、まあ、生半可な気持ちで引き受けるわけにもいかなかったので、しっかりそこは僕もおこがましいですけど、残留を決めたら自分のおかげで、できなかったら僕のせいだぐらいの気持ちでやろうというふうに思って引き受けたので、最低限まあ残留できたので、その辺は良かったかなとホッとしているところです。はい、ちょっと後にしましょうかねちょっと温まってきてからの方がいいと思うんで、まあ、ここも温まってきてからの方がいいと思うんで、ちょっとじゃあ爆上数ぐらいにね、選手ぐらいにじゃあ後に取っといて、どうも初めまして。初めまして。シーズン途中からの加入だと思うんですけども、で今までなんかね、いろんなチームで言いましたけど、誰か日本語分かりますか。わかります。誰か今までで影響を受けた選手なんかはいますか。今までですか。今じゃなくてもいいですよ。今の方がいいかもしれないですけどね。そうですね。いやあんまいないっていうんですね、ここ。いやいやいや、すいません。まあ、マリウスでもレイザーでも。僕の隣にいる吉木さん。あ。どういうことか。こう吉木さんの性格っていうなんか気持ちがもう外に出せないんですけど、本当の中では本当に熱いっていうか温かい気持ちが持ってる
なんでそういう気持ち、あ、性格が、いや多分よしき泣いちゃいますねこれね。いや本当に嬉しいと思います。ありがとうございました。年間 MVP 高岡選手、J1 でコンスタに出たのは今年が初めてだと思うんだけど、はいはい、まあ、J2 と比べてちょっと J1 となんか違いが実際やってみてあるならどうですか。まあ、そうですね、まあ、やっぱり相手のフォワードの選手のクオリティが高いですし、こうやっぱりミスが失点に直結する確率というのが格段にやっぱ J1 ならば上がるなっていうのは感じましたね。ちなみにこのチームで一番シュートが上手い選手、自分から自分が思うのね。どっちゃん、どっちゃんです。どっちゃん。これ本当に本当に上手いですか。このシュートが上手いどんちゃん。まあ、K リーグでもプレーされて、J リーグでもねプレーされてるんですけども。どっちが好きですか。J リーグが好きです。J リーグ。もうしばらく J リーグで頑張りたい気持ちはもちろん。もう花さん、もうそろそろそういう日には僕ももうアップロード J リーグへと上手を楽して、常に一生懸命トレーニング取り組んでますし、これからも J リーグで、継続してプレーしたいです。じゃあちょっと若手に、じゃあ松岡君からちょっと、一応まだユースの選手ですよね。はい、じゃあこちらからちょっと自己紹介と、あと尊敬している選手を一人ずつお願いします。サガン鳥栖41番松岡大輝です。よろしくお願いします。尊敬している選手は、小野裕二選手です。小野裕二選手です。本当にいろいろ試合の時とか練習の時に、まあ、アドバイスくれたり、まあ、すごくそのアドバイスが的確なので。なるほど、この選手ということでありがとうございます。じゃあ続いて自己紹介をお願いします。サガン鳥栖42番板橋翔征です。尊敬する選手は高岡陽平選手です。高岡選手に、ね、これから挑まなきゃいけないんですけども、高岡選手に負けてないところは、自分はなんかアピールポイントあればないということで、まだ、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。サガン鳥栖43番本田風一です。尊敬している選手は金崎夢選手です。どういうところが尊敬してるか。熱いとこです。45番大畑です。尊敬している選手は金森選手です。ポジションは違いますよね。どういうところがちょっと尊敬しますか。誰よりも走ってハードワークするところです。ちなみにプリンスリーグ、プレミアリーグでしたっけ、プリンスリーグ の、 参入のプレーオフがいつですか。あさってです。あさってあるんで、ぜひ。5人は、5人は出るのかな。5人出るということなんで、ちょっと1人だけオーバーエージで引っかかるものですけど、ぜひ頑張って、皆さんね、応援いける方は応援いってください。
取っといて。ちょっと初めてなんでどういうキャラかわかんないんですけども、日本に来て行った観光地を教えてください。温泉とか行ってないですか？アマンディですね。だいぶ近いですけど。だいぶ近い。地元大好きって感じですけども。じゃあチームの中でシュート上手い選手は誰ですか？自分が受けてみて。原川力選手です。原川力選手。何かスピードがすごいです。はい。はい。言わされてる感じがありますけど、ありがとうございます。続いて安西選手です。安西選手、まあ、もちろん自身も若いんですけど、結構若手をね、たまらないといういろいろ面倒見てるっていう話なんですけど、誰が生意気ですか、若手は。石井海星。石井海星の名前は結構僕にもね、耳に入ってくるんですけども。なんか、坊主は、それは、石井さん、どうされたんですか、その頭を。組長にやられました。なんとなくちょっと予想はつきますけど、組長っていう方が本当はやりたくなかったけどさせられたっていう、そんなことはないですよね。はい、気合で、気合でやらせていただきました。まあ、今年1年、あんまり、ね、出番もなかったですけど、ちょっと振り返ってみて、どうですか？ちょっと今年は本当に仕事してないんで、来年しっかり仕事できるかなと思います。個人的には、ね、いろいろ試合見てて、すごく今年自分の持ち味をすごく出して、良さを出てたのかなって感じするんですけど、自分の感覚としてはどうですか？일단 저의 감각을 저의 특징을 잘 낼 수 있게 해준 감독님과 코칭 스태프들한테 감사드리고요. 自分の特徴を最大限活かせるようにしていただくれた監督とコーチングスタッフにすごく感謝しています。素晴らしいですね。じゃあまた来季に向けての抱負をお願いします。팀으로서또도와줄수있는모습뭐그렇게더잘할수있도록열심히하겠습니다まあ来シーズンは今年よりももっとチームの助けになるようにもっと努力して頑張りたいと思います。いろいろ日本にも限らずアジアで他の国にも行ったと思うんですけど、まあ、そういうのに比べて日本というのはどういう国なのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って。日本は diferente、futebol は diferente de onde passei、Coreia、Arábia Saudita。韓国、アラビアと比べましたら、日本のサッカーはちょっと違います。他のところと違いがあります。Para mim, eu achei melhor jogar aqui do que nos outros países。他のところと比べると日本の方がプレーしやすいと思いました。それはどういったところが？韓国ではみんな当たりが強いです。激しく来ます。アラビアも同じです。みんな削りに来ます。日本だともっと簡単にプレーできます、ね、簡単にできます。簡単に他の国と比べるとそんなに守備厳しくいませんので、はい、自分の特徴を生かせます。ありがとうございました。ちょっと抜かしましょうか。はい、樋口選手
1年目だよね。そうです、1年目プロに入ってどうですか。正直もうちょっと試合に出たかったなってのはあります。それは監督が使わなかったっていうそうじゃないですかね、はい、自分の力不足なんでしょうね。それはね、それはそうですよね。はい、また来季に呼びつけたいと思います。はい、ユースの出身なんで多分サポーターの皆さんもね期待はしてると思うんで、まあ、来年爆発してもらえるように頑張ってください。大事はもう終わったんで、次でもやんちゃな方はね。藤田選手、今年が4年で、はい、でまあいろんなチーム、いろんなチームというかここ4年でいろんなねチームの雰囲気も変わったと思うけど、そういうのを見た中でこれからの年がどうなっていけばいいかをちょっとベテランらしくまとめてください。ちょっと難しいですね。そうですね、やっぱりユース年代からこう、まあ、彼らもそうですし、こう非常にこう才能ある選手だったり、若い選手もこう力を持った選手が多いんで、まあ、そういった選手がもっとこうベテランをしのけて出てくると、チームの力も底上げされると思いますし、やっぱり強いチームってそういう選手が出てくるんで、はい、もっとこう壁つく、下からね、はい、グイグイ来る選手が欲しいと、はい、まだまだ物足りないということですね。そうですね、はい、じゃあ若手にはもっと頑張ってもらってありがとうございます。まあね、ボランチやったりセンターバックやったり、まあ忙しい年になったと思うんですけども、まあ、こういった残留争いして、まあ、得たものもあると思うんで、まあ、そういったものが何かあれば一言お願いします。得たものはそうですね、まあ、仲間との絆ですかね。やっぱ苦しい時にそういうのが大事になってくるっていうことですね。まあその、まあ、苦しい思いも楽しい思いも幸せな思いも本当に少しずつ共有して、まあ、積み重ねていく中で出来上がった絆が本当に最終節、まあ、結果は出なかったんですけど、本当にこの2年間サガン鳥栖にプレーさせてもらった中で本当に最終節とその前日練習は本当に素晴らしいものを築き上げれたと思っているので、はい、本当に今紆余曲折ありましたけれども、まあ、だんだんチームは戦える集団になってきていると思います。以上です。田中選手、まあシーズン、ね、途中からの加入でしたけれども、まあ、アンドラズから加入したわけですけども、なんかね、鳥栖に来る前にそのアントラーズ、まあ、J1 で言ったらもう上昇チームというかチャンピオンチームなんですけども、なんかそこで学んだこととか、なんか自分にとってプラスになったことがあればちょっと。そうですね、やっぱり常に勝利が求められているチームというか、絶対に勝たなきゃいけないチームだったので、もうそういうプレッシャーはすごかったですし、まあ、練習からもすごくバチバチ削り合いぐらいの環境でやってきたので、すごくそれは自分にとってすごくいい経験になりましたし、それをまあやっぱりここでも周りにこう還元させていきたいなっていう、そういう思いでやってました。素晴らしいですね。なんか噂に聞いてるよりしっかりしてる感じなのでびっくりしましたけども、ありがとうございます。池尾選手ですけども、まあ、やっぱり熱い男なんですけども、まあ、まだまだ若いんですけど、ちょっと今のね、マサトも言ってましたけど、若い選手に対してもうちょっとこうしてほしいなみたいなのがあれば一言お願いします。そうですね、まあさっき優太も言ってたんですけど、やっぱ試合に絡みたいっていう思いをもっともっと練習から出してほしいし、出れない時も腐らずに、まあ、もちろん 100% でやってると思いますけど、それをもっともっとプレーでもそうだし、まあ、声を出すっていうシンプルなことでもいいんで、まあ、そういうことを少しずつやっていけばチームメイトに認めてもらえますし、まあ、そこから彼
監督コーチにも認めてもらって試合に出れると思うので、まあ、ちょっと練習中トスの、まあ、ユースの子とか一緒に練習してちょっと静かだなっていうのはあるんで、うん、まあ、もっと言いたいことは本当に言っていいと思いますし、はい、それは思います。ありがとうございます。続いて金崎選手、ちょっとさっきねちょろっとしか食べてないんで、まあ、今季7得点でしたっけ、7ゴール、はい、まあ、おそらく、ね、満足はもちろんしてないんでしょうけども、まあ、1年振り返ってみてどうでしたか。そうですね、今後が MVP がちょっとこれできたら全くできないですね。ちなみにその次が、まあ、豊田金崎が多かったらしいです、プチ情報で。納得いかないとないとは思いますけどね、本当個人的に。以上で、はい、はい、ありがとうございました。締めを谷に任すとちょっと心配なんで、そろそろ谷にちょっとマイクを渡してほしいですけど、まあね、今季で引退を表明している谷なんですけど、まあ、他の選手、さっきとかぶっちゃうかもしれないですけど、なんか自分が若い選手見ててどう感じてるのかちょっとなんか。そうですね、まあ、まあ、ユージとかマスとか言ったことはもうあるとは思うんですけど、そうだな、難しいですね。まあ先輩の、まあ、言うこともたくさん聞いて、うん、どん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 聞きに行って、うん、教えてくれる先輩多いんで、はい、たくさん話を聞いて成長してほしいです。ありがとうございます。まあ、後ほどちょっとゆっくりスピーチがあるのでこの辺にしておきます。年月のなんかすごい頭してる方がいるんですけど、吉田選手、はい、まあ、今期からさっき昨シーズンか加入して、はい、で、まあ、怪我も多くて、はい、まあ、でも自分の、ね、経験とかその辺をグラウンドで伝えたい気持ちは多分すごくあるんだろうけど、はい、それも踏まえてなんか今年の。そうっすね、はい、いや本当にプロ15年目で一番不甲斐ないシーズンだったので、はい、まあ、なんとか来年はしっかり、はい、数字にこだわってやりたいなと思います。そのための丸刈りという。そうですね、ちょっと金崎選手にちょっと今年何も仕事しないからって丸刈りました言われたんで、逆に僕がやっぱちょっと一番給料高い選手はもっと点取らないとダメなんじゃないのっていう。強いチームは17分取る選手が必ず1人2人いると思うので。なるほど、やっぱりそのくらい物足りないんだと。はい、残り3人から、まあ、ちょっと谷と同級生をちょっと残したんですけど、はい、お願いします。谷ね、谷がいなくなってちょっと来年もいろいろ自分の役割も増えると思うんですけど、なんか谷に対してとか自分がこれからどうしていくかをちょっと面白おかしくお願いします。そうですね、まず16年間本当にお疲れ様でした。16年って言いますけど、本当に長い年月ですね、サッカー選手として16年やるっていうのは、非常に簡単なことではないと思いますし、キャンプの期間ってめちゃめちゃきついんですけど、それを16回やったのかっていうふうにすごいなって思いますけど、僕も17回目に行けるのかなというふうなドキドキと、まあ、引退はどの選手も早かれ遅かれあるので、今回谷が引退したというところで、まあ、気持ちよく送り出してあげたいし、自分もいつか引退は来るので、その時に谷のように素晴らしい引退になればいいなというふうに思います。ちょっと真面目になります。真面目で将来ですね。ありがとうございます。はい、はい、小林選手から、はい、同級生の谷が、まあ、マリノスでも一緒に
練習ではやってない、はい、練習ではやってないですけど、その頃の谷、今の谷を見て谷に送る言葉を。そうですね、まあ最近、まあ、引退が決まってからよく、まあ、谷と話す機会が またさらに増え、まあ、本人の口から、引退するって聞いた瞬間に泣き、清水線のこの間の胴上げで泣き、で今日、スタッフが作ってくれた谷口選手引退ムービーをみんなでミーティングルームで見たんですけど、そこで泣き、まあおそらくあともう一回そこで泣き、まあちょっともう何ですかね、もう涙も枯れるほど、まあ僕は、同級生で、まあ85年組にとって谷口浩之っていうのは本当に特別な存在で、一番早くに J リーグでキャリア築いてベスト11にもなって、本当に自分たちは谷の背中見て負けてらんないって思ってずっと追っかけてた存在がなくなっちゃうのはすごい寂しいですけど、まあ、まあ、まあ月並みの言葉ですけど、まあ谷の分まで、自分たちが許される限り本当にこうサッカーと向き合わなきゃいけないなっていうのをすごく感じたんで、まあ別に引退しても、まあ、僕と谷はきっと仲良しですし、まあお茶もしますし、まあ谷の好きなコーヒーも飲みに行くでしょう。なのでまあこれといってこう何か変わるわけではないんですけど、まあ一緒のピッチでも戦えないのはすごく寂しいですけど、まあその分さっきも言いましたけど谷の分までちょっとここの同級生で頑張っていきたいなと思います。今は新しい選手に、まあ、谷に向けての言葉と、まああとは締めなんでサポーターの皆さんにも、まあ、一番長く、ね、在籍している選手なんでね、その辺を感謝の言葉をお願いいたします。そうですね、あの谷に本当に16年間お疲れ様でしたと心から言いたいですし、まあ、谷の人柄、本当にチームを明るくしてくれて、本当に怪我で苦しいですけど、それを前年だったりチームのために本当にいろんな選手に言葉をかけてくれていたのがすごい、こう僕はすごいなと思って本当に大変なことを見ていました。本当に今まで一番こう、まあ、僕の人生の中で仲良くできた友達なので、そういう友達が引退するのは本当に寂しいですけど、本当に退任分までこれから頑張っていきたいなと思いますし、これからも仲良くしてもらえたら嬉しいなと思ってます。あとは締めですね、締めです。そうですね、本当に今シーズン苦しい戦いでしたけど、皆さんの力がサガン鳥栖を助けてもらいました。本当にありがとうございました。いろんな言葉をシーズン終わった後にかけていただいたんですけど、まあ、その中で残留良かったねだったり、私は残留できればそれでいいよっていう声を結構もらいました。でもやっぱそれじゃダメだと思ってます。常にタイトル争いをできるクラブになっていかなきゃいけないと思ってますし、そうなるためにはまだまだこのチームにはその力が今年はなかったと思います。そうなっていけるように、どんな時でもチームのために、僕自身も頑張っていきたいと思いますし、またそうなっていけるように、皆さん、毎年のようにまた力を貸してください。今シーズン本当にありがとうございました。真面目な感じになっちゃったんですけど、まあ今シーズン残留争いをしてて、まあ、本当に僕も経験あるんですけど、すごいやっぱり精神的にも肉体的にもきつい状況がみんな続いてたと思うんで、まあ残留争いはしてましたけど、順位的には多分、ね、サポーターの皆さんも満足はしてないでしょうけども、まあ、この小さい鳥栖という土地から、クラブがあって、そこが8年間
J1 に入れることが僕は本当にすごいと客観的に見て思います。本当それは素晴らしいことだと思うし、それはやっぱり皆さんの支えだったり、選手、スタッフ、会社の皆さん、すべての方のやはり協力あってのことだと思うので、まずはここにいる皆さんにまた大きな拍手をお願いします。今でも覚えています、本当にあのマイナス時代から、まあ、ユース時代からずっと見てきた先輩でしたし、同じチームになって、すごく嬉しかったです。鳥栖時代も3年かな、一緒に2年、3年一緒にいて、もう本当にあのよくしてもらいましたし、たくさんいろんな話を聞いてもらって、僕にとっては大切な先輩でした。引退すると連絡を聞いてすごく寂しかったですし、もう一生あの走りの争いはできないのかと思うと、僕に自信を与えてくれる人がいなくなってしまうので、すごく寂しいです。まあ、僕はまだまだ元気で頑張りたいと思いますので、グッチもこれからの人生楽しんでください。またどこかで一緒にご飯を食べに行きましょう。現役生活、お疲れ様でした。サガン鳥栖に関わる皆さん、こんにちは。権田修一です。谷君、現役生活、本当にお疲れ様でした。谷君とは、僕が FC 東京に入って、プシアに出始めた時に、まずは谷君の川崎フロンターレ時代、決勝点をぶち込まれたのを今でも鮮明に覚えてます。なんでこの人はボランチなのにいつもゴール前にいるんだろうなっていつも思ってました。で、まあ、チームメイトになってからは、まあ、谷君は、5月、4月ぐらいですかね、怪我してしまったので、あまり長い間一緒に、ピッチ内でプレーすることはできなかったですけど、その短い間も試合終わって次の日試合の前とかに、民局、当時いた金民局に対して、自分の携帯電話で、その自分が気になっているシーンの動画を見せながら、もっとこうしてとか、これどう思うとか、こうした方がいいんじゃないっていうふうに、本当は、まあ、民局だったので、すごいこう、なんていうんだろうな、まあ、能力はあるんですけど集中力がないような選手に対して、やっぱそういうふうに谷君らしく、まあ、指導というか、民役のためを持ってやってたのは本当にすごい印象的でした。で、まあ、怪我してしまってからは、本当にね、難しい怪我で、ドクターもみんなお手上げみたいな怪我でしたけど、本当は毎日毎日、クラブハウスに笑顔で来て、若い選手たち一人一人に声をかけながら、やってた姿勢っていうのは、普通できることでも簡単なことではないし、谷君の、人間性がないとできることではないと思うので、本当に、素晴らしいなって思いながらずっと見させてもらってました。で、正直最後、もう一回もう完全復帰して、僕が分かんないです、何年もなのか分かんないですけど、選手かスタッフか分かんないですけど、日本に帰った時に、谷君と一緒にプレーできるのを本当に楽しみにしてたんですけど、まあ、僕の方がまだ一応後輩なので、まあ、それは難しかったということで、まあ、しょうがないかなと思います。これから、まあ、本当家族、可愛い娘と、かっこよくなってきた息子と、素敵な奥様と、皆さんで素敵な、引退後の人生を歩んでいってください。日本に帰った時は、また連絡させてもらうので、ご飯とりあえず1回、まあ、お酒はつけないですけど、ご飯1回行きましょう。本当にお疲れ様でした。16年間お疲れ様でした。谷さんから引退するという
をもらった時は、寂しかったし、悔しい思いもありましたけど、その反面、谷さんが怪我が治らずにチームに迷惑をかけているっていうふうに苦しんでいる谷さんも知っていたので、そういう意味では、少しホッとしています。いろんな話も聞かせてもらって、まあそんな大好きな先輩が引退するのは寂しいですけど、これからも同じサッカー仲間として、三次のパパとして、これから先もずっとずっと仲良くしてください。16年間お疲れ様でした。
ニュースから4人の選手が、トップに昇格することが決まりました。昇格する選手は松岡大輝選手、高橋陽平選手、大畑歩夢選手、本田裕樹選手。これまでトップチームの背中をずっと追ってきて、彼らと肩を並べることが夢だった4人から2人に向けて感謝の気持ちと来季への意気込みをお願いいたします。谷さん、16年間お疲れ様でした。谷さんは本当に怪我で苦しい中でも、まあ、自分に優しくしてくれたり、まあ、すごいいろんな、まあ、アドバイスを、してくれたり、しました。まあ、本当に、まあ、16年間サッカーを続けるって、まあ、本当に難しいことだと思いますし、まあ、自分もそこを目指してまあ、その背中を目指して本当にまずは16年間しっかりプロサッカー選手で自分もやりたいなと思います。短い間でした、ありがとうございましたが本当にお世話になりました。16年間お疲れ様でした。いつも自分に優しく接していただきありがとうございました。自分も谷さんみたいにファンやサポーターに愛される選手になれるように頑張っています。お疲れ様でした。谷さん、16年間のサッカー生活お疲れ様でした。自分が練習参加させてもらっているとき、いろんなアドバイスや練習後でもご飯に連れて行ってくれたり、本当にお世話になりました。今までありがとうございました。16年間本当にサッカー生活お疲れ様でした。自分とは短い間でしたが、ピッチ内では厳しく教えてくれたり、ピッチ外では優しく接してくれたり、本当に嬉しかったです。本当に16年間お疲れ様でした。4人を代表して松岡選手が谷口選手へ花束を贈呈します。皆さん拍手お願いします。対して谷から一言お願いいたします。そうですね、ありがとうございます。本当にもう実力ある選手たちなのであまり言うことはないんですけど、たくさん練習して、試合に早く出て、そして、チームを勝たせられるような選手に成長してください。活躍を期待しています。谷のご家族の皆さんがステージに上がってくれました。一言、ご家族からメッセージがあるそうなのでよろしくお願いいたします。サッカー選手になろうと決めたのが小学5年生の時だから、ここまで約23年間そんなにも長い間ブレず努力してきたことを本当に尊敬しています。
2年前の怪我の経過が良くなく、痛みも強く辛いリハビリの時も落ち込んで苦しいはずなのに、ふとした時におちゃらけて周りを明るくしてくれる優しさや、いつも家族のためにチームのためにと全力で、たとえこの試合で自分の足がもう使えなくなったとしても、そんなことどうでもいいんだよと言って、全てをかけて頑張る姿は、私にとっても子供たちにとってもヒーローで、世界一の最高のパパです。大変な時もあったけど、そばでサポートできたこと、すごく幸せでした。ありがとう。せっかちでゆっくりするのは苦手だと思うけど、このままだと行き急いで早死にしてしまいそうだから、まだまだ人生は長いし、一緒に長く老後を楽しむためにも、本当はちょっと今は休んでほしいなって思ってます。ここまで本当にお疲れ様でした。そして最後に、私たちも子供たちもこうしてたくさんの方に支えていただき、突然最高の楽しい時間を過ごすことができました。私も子供たちも主人も本当にトスが大好きです。はい、じゃあお願いいたします。はい、 OK です。ありがとうございました。
送ることができたことを嬉しく思います。そして何からのプレゼントは年末までに届くと思うので、また楽しんでください。来年またJ1 の舞台で戦う、サガン鳥栖の応援をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。サガン鳥栖チーフラッポキサのドドアです。私のお仕事は、私はラッパーなのでラップ、私の楽曲、あとフリースタイル、即興でラップをすることですねを用いて、サガン鳥栖の皆さんの戦い、選手の皆さんの闘争心だったり、お客様のサポーターの皆さんのお気持ちを奮い立たせるような、勝利への後押しをできるような応援を1年間いや、一緒に共に戦わせていただきました。無事 J1 残留が確定しまして、私も来季続投が決定いたしました。時折厳しいことも SNS 上の、毎週その節ごとにフリースタイルと試合のダイジェストを短くまとめていろいろ選手についてあだこだ言ってて本当申し訳ないんですけども、全ては勝利のために言っておりますので、来季もより選手の皆さん、そしてサポーターの皆さん、サガン鳥栖の勝利を後押しできるように全力で頑張りたいと思います。金崎選手からドタマッチと呼んでいただけるようになりましたので、それを糧にして最初タマゴッチかなんかかなと思ったんですけど頑張りたいと思いますので、大輝も何卒よろしくお願いします。それでは、34回やってきましたが、今年最後の CRO としてのラップで締めさせていただきたいと思います。Clap the hand everybody Clap the hand ご一緒にClap the hand, everybody! Clap the hand! CRO! 最後のラップショー！ありがとうございます！聞いてくれ！すべての選手をたたえよう！すべてのファンをたたえよう！ここにいるみんなをたたえよう！フリースタイルを捧げよう！サガン鳥栖 CRO! ドタマッチバザーズ！走り続け、みんなの誇り信じて歌う、勝利を目指し、過酷なシーズンお疲れさん、みんな頑張った1年間、いいことだけじゃなかったな、厳しいことも多かった、迫り来る時怪我も多い、おまけに準備は不安定、多くの友が去ってった、一喜一憂しアッペンさん、それでも俺らは戦った、感謝支えてくれた方、ドリームスサガンティーノ、そして隣にいる仲間 MC gonna be alright、 全ての状況がいい状態、きっとなる2020狙うタイトルの獲得、イエーホ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 ー、サガン鳥栖サガン鳥栖、準備が一番下ならばあとは上に登るだけ、来年こそぶちかまそうぜ、 MC ドラマありがとう、ありがとうございます。皆様本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。来シーズンも何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お疲れ様でした。